はい、どうも。今日もガレバのボトル掘りをしようと思ってるんですけど、ちょっとね、水が溜まってるのがひどいんで、今回、バッテリーポンプをね用意して、まあ、バッテリーでこうちょっと水を汲みながら作業してる感じです。この通りね、かなり水が多くて、で大体ねこう水の高さからこうどの辺の棚があるかっていうのを目安つけてるんですけど、もうちょっとね水が下がらないとこっち掘れないんですよ。であともう一つは、ここは自分よく掘ってるんですけれど、ちょっとしばらく開けてる間に多分ね自分の知ってる人なんですけど、ずいぶんね頑張って掘ったっぽいんですよ。ただあんまり色が出なかったって言ってたんで、それちょっと気の毒だなと思うんですけどね。でまあ一応ね、自分は今日もねこっちか、まあ近くに同じような場所があるんで、水のね抜け具合を見ながら、こう水のね抜け具合を見ながらこうぼちぼち掘っていこうかなと思います。結構でもいいね、このポンプはそんなに値段しないんだけどね、2000もしないようなポンプなんだけど、もうこういう作業をやるには十分すぎる性能を持ってるな、悪くない。ちなみにね、12V から 24V で、稼働する、これ船のビルジポンプ用のポンプなんですけど、もう十分だね、こういう作業をやるにはね。あんまり重労働になってもしょうがないからね。まあ、こんな感じです。じゃあ今日はちょっと何が出てくるかやってみましょうか。なんか出てきたな。どれどれ。おっと、これはなんだ。よいしょ。ちょっとね、今日は水場が遠いんで、水場持ってって洗ってみますね。どれ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 。ちょっとね、GoPro 落とさないようにやってみますか。お。え、何これ、めちゃくちゃ綺麗なんだけど。え、ちょっと、うわ、何これ、すごいんだけど。何かね、何角形、八角形のグリーンのね、ちょっとこう見たことないような瓶が出てきましたね。ちょっとこのまま頑張って掘ってみましょうか。ちょっとね、瓶太陽に透かしてみますか。おお、かなり綺麗だなこれ。いいねいいね。今またね、なんか出てきました。これは今の色じゃないビー玉っぽいな。これもちょっとまた洗ってみましょうか。どれどれどれ。おお、いい色じゃないの。これもあんまりこう今風のビー玉ではないっぽいね。ああいいね、気泡も多いし、多分ちょっとこう歪みがあるんだよな。これが本当のビー玉よね、 A 玉じゃないやつ。よしよし。破片かと思ったら、あ、なんかもしかして違う？ちょっと洗ってみよう、これ。よいしょっと。お、もしかして。もしかすると、レアカラーのね、クリーム瓶かもしれないんで。来たよ。来た来た。クリーム瓶かどうかわかんないけど、これかなりの、レアカラーだよね。綺麗なコバルトブルーだ。あー、でもちょっともしかしたらヒビ入ってるかもしれないね。いやー、でもこれはいいでしょう。なんだろうな、コップかな。気泡も入ってるようだけど、残念ながらね、ちょっとこうヒビは入ってるけど、まあでも同じようなものが出てくるかもしれないんで、これはこれで OK でしょう。よしよし。おっと、ちょっと今なんかいいものが出てきたっぽいな。おー、割れてないぞ。はいはい、ちょっとこれもね洗ってみましょう。しかし日記水の呪いって本当に強力だよな。いつまで目薬が出ないで日記水が出続けるんだろう。まあ、ちょっととりあえずね洗ってみます。はい、出ました、ラムネ型の日記水。ここにね、こう縦の線が入ってるタイプは自分はちょっとね初めて、ね、掘るかもしれない。すごいな、出てくるんだ。いや、なんかね、目薬掘ろうとしてもいつもねこの日記水しか自分は出てこないんですよ。羨ましいことなんだ、羨ましいっていうかこういいことなんだけど、ちょっとねこう複雑な気持ちになることもまあないわけじゃないかなっていう。いやー、これはいいね。こう色も綺麗だし、
気泡もね、柄も申し分ないです。これはいいお宝だね。オッケーオッケー。あ、なんかねちょっと棚に当たったっぽいね。割れてないといいんだけど、どうだろう。あー出てきた。いいよ、これはこれもいいぞ。よいしょ、おっきい薬瓶だね。割れてないよこれ。じゃあちょっとねこれも洗ってみましょう。ね、これはね中に最初からこう茶色いものが入ってたんで、沈殿性のね、これはちょっとこう念入りにクリーニングしないとダメなんだけど、エンボスが岡崎医院。あれ、この辺の病院のデータにないな、これ新しいな。一応ね、いろん同じ地域でこう重点的にディーングやってると、こう病院の便でね大体こう地域が割れちゃったりするんですよ。でもねこれはこの地域で初見ですね。大体この地域ってこう3種類ぐらいしかないんだけど、これはねちょっと初めて見ました。まあ何にしてもね、これぐらいのこう大きさのメモリとこうエンボスの入ってる薬瓶が割れてないっていうのはね、これ大変価値あるんで、これもねいいお宝なんじゃないですかね。よしよし。はい、ちょっとね暗くなってきちゃったんで、今日掘れたものをね一通り説明して今日は終わりにしようと思います。まずこれ最初にね出てきてびっくりしたんですけど、この通りこうグリーンで八角形でっていうねこう綺麗な瓶です。これでよく見るとね、この辺にまあ、マーブルとか茶筋っていうんですけどね、それが入ってるんで、まあ、新しいもんじゃないです。これとてもクリーニング後のね具合が楽しみですよね。いい瓶です。はい、その次がこれ、まあ、昔のビー玉ですよね。多分ねこれまっすぐ転がんないと思うんですよ。ビー玉らしくこう結構歪んでる感じなんで、これが本来のビー玉なんですけどね。はい、それからこれコバルトブルーの、これなんでしょうね、クリームの瓶かと思うんですけど、ちょっとねひびが入って残念なんですけど、同じようなものが出てきたら欲しいので、引き寄せに期待して持って帰ります。はい、それからこれ、いやーびっくりしたね。こんな大きいねエンボス入りの薬瓶がこんなところで拾えるっていうのはね、掘り出せるっていうのはねとても嬉しいことですよ。これ、入ってるのは岡崎医院ってなってるのかな。気泡いっぱいでこう首のところのねこの引き伸ばされた感じの気泡とかたまりませんよね。で横にメモリーも入ってとこう完璧です。あとはこれいかにこう綺麗にするかだよね。綺麗にしたらまた紹介しようと思います。で、今日のね最大のお宝、これちょっとこうなんか銀化してるようなね雰囲気なんですけど、ラムネ型の日記水ですよ。もうね時間が何分であろうがね、これが1個でもね出たらもうボトルディギングってのはねその日十分なぐらいなんですよ。いやーいいですね、日記水が出るっていうのは予想外だったんだけど、うん、こういうのいいと思います。完璧、これはね本当にお宝。はい、じゃあね今日はちょっともう暗くなってきたんで、こんなところで終わりにしようと思います。次回にまた掘り出したら動画アップします。どうもありがとうございました。